NGC4631 は、両剣座にある真横を向いた、某渦巻き銀河である。この銀河の若干歪んだ草火状の形により、ニシンやクジラの形に見える。近隣にあり、地球に対して真横を向いていることから、銀河面の外側で、ガスや恒星が、どのように分布しているのかを観察するのに適している。 NGC4631 のハッブル宇宙望遠鏡画像クレジット NASA スチウィキスキー NGC4631 の中心では強烈な星形成であるスターバーストが発生している。盛んな星形成はイオン化された水素や生まれた恒星によって熱せられた宇宙人からの放出が証拠となる。この領域で形成された最も質量の大きな 恒星は水素のみを燃焼して短い障害を終え、その後は超新星として爆発する。そのため、NGC4631 の中心では、多くの超新星が発生しており、銀河面の外側にガスを吹き飛ばしている。強烈な風は、X 線やスペクトル線によって観測される。強烈な風で運ばれるガスは、銀河全体の周りに巨大で希薄なコロナを形成する。 可視光で観測した NGC4631 クレジットスコット・アンティラ NGC4631 の近隣には共銀河の愛称大銀河 NGC4627 がある。NGC4627 と NGC4631 は二重銀河としてアープアトラスに収録されている。 NGC4627 と NGC4631 は、相互作用銀河の NGC4656、および NGC4657 も含む NGC4631 銀河団に属している。しかし、この銀河や、その他の銀河は、比較的混み合った領域に存在しているため、銀河団を正確に同定するのは難しく、 この銀河団を構成する銀河は5個から27個と研究によって全く異なった値が推定されている。ありがとうございます。